今回はアニメ「本の道」第1話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。始まった。今期一番楽しみにしてた作品、風景が見たことあるやつ。尾道舞台だっけ？舞台は尾道。麻雀アニメ、大体麻雀のルールわからなくても適当に楽しめるから多分大丈夫だと思う。映像綺麗すぎない？何のアニメなのか全然わかってないけど見るか。出てけ。追い出された。ケツでかい。まだ埋める。そういえばマジで諏訪だったね。違う、家でおたげー。お前らか。実況民の一般的な視聴環境。声も出るんじゃけー。方言女子はいいね。なまり具合うまいな。家から追い出されるオタク。でかすぎる。なんでワイシャツ着てるんだ。思ったよりめっちゃ動くな。妹かな。友達かわら。かわいい。尾道駅だ。尾道と麻雀が繋がらないっすけど。麻雀をやるしかなしこちゃん。居場所がない。休日のお父さんかな。高校生、大学生、それとも社会人。二人とも相当でかいですよ。こんな動くアニメだと思わなかったわ。追い出されたオタクの次なる避難場所とは。ネットカフェに行け。父からの電話。かわいい。ふむふむ。見つかったで、新たなユートピア。顔わらわら。それでジャンソーなのか。シンプルに作がいいな。ここじゃ。ジャンソーポンポン。あわらわら。中に入れない。ゴミ屋敷なのは我慢しろと言わんばかりに。詰め込みすぎやろ。さす父。このアニメ目の模様なんかすごい特殊だな。プリキュアで言う、あざとい枠っぽい相棒かわいい。濃すぎないキャラでざと方言女子、正直もええです。てよく力仕事から逃げた？一人で荷物移動の作業はしんどいな。小芝居としてた時のわい。しかしでかいな。そんなところにブレーカーわら。作画すげえな。電動卓。これ先で見た。何に使うんじゃろ。金色。でゃ。こんなのあるのか。なんだこれ。そうはならんやろ。フェニックスかな。フェニちゃん、喋ったー。しかも大塚明夫さん。モブサイコかな。麻雀の精霊わらわら。ヒカルの語的な。ファンタジーなアニメだった。明夫かよ。ゴリゴリの大塚明夫ボイス入れてきてわろた。かわいい。ベストポジション。音声認識とかあるんだ。タイトルロゴがドーン。仲良しでも連載されてます。オープニング、キャラデザ春情ネギ。なんかゆるい感じのオープニング、すごい曲だ。また麻雀テーマのトンチキ楽曲が。うまぴょいとどっこいどっこい。オープニングアニメーションええな。麻雀知らんけど解説とかあるよな。親の顔より見た115系。キャラデザ春情ネギ先生なのか。道理でみんなおっぱいでかいと思った。オレンジ髪の子見て。ほんとだ、五等分の花嫁だ。ってなった。ポン、チー、ここ好き。ポンポポポンポポンポンポン。オープニングドット絵かわいい。フェニちゃんよりデラちゃんにしか見えなくなってきた。タマコマーケットの持ちマッチにあるな。やっほー。脇がエロそうな子来たな。みんなでかい。でっかわらわら。物量も胸も大きか。これじゃポンの道じゃなくてタイの道だよ。改良頑張れ。こっち来い、抱きしめてやる。本当に女子麻雀アニメなのか。ってくらい全員でかいな。お前の名前はチョンボだ。チョンボー。精霊の名前チョンボでわろた。ちょろいな。そだねー。先のコミック置いてありそう。春情ネギ先生だからでかいな。これ字幕いるだろ。初心者にもわかりやすく麻雀の解説助かります。3までもやんのか。我もわかるよ、スズメ魂で。どんじゃらしかわからんです。逆に打てる人間が揃うとそれはそれでリアリティがないな。タンクトップちゃんの胸の書き方エッチだな。キャラが生き生き動いてるのがええな。ルール説明フェーズ来た。麻雀わからないので助かる。ほう。4メンツ1スズメ頭。国士はちゃんとルールからやるんだ。なしこ以外は麻雀知ってるんだな。難しいんだよなルール。そういうルールだったのか。麻雀の基礎の基礎を学ぼう。つつこ、ソーズ、マンズ、自敗。ここに点数が乗ってくるからわからなくなるんよ。上がり。1スズメ頭4メンツやね。色分け解説めちゃわかりやすい。麻雀は役を覚えるのが難しい。タイよりもタイの方に気を取られて全然説明が入ってこないんですけど。タイちゃんの頭乗っとる。詳しい説明は本を読んでね丸投げ。今の説明だけで麻雀完全に理解したというなら天才やろ。アイキャッチ。アイキャッチがあるアニメ。初心者は分からずポンするとつむゲームです。
片山正幸のが。ほんそれなんだわらわら。細かいルールは調べてくださいって感じだけど。CG だ。ジェンタクくん。ジェンタくん。親の顔より見たジェンタク。どういうことなの？ジョンボ参戦。このスズメすげーな。タイつかむジョンボかわいい。麻雀のルール覚えるの早すぎ。でかいね。機嫌を損ねさせた時点で焼き鳥決定。焼き鳥焼き鳥。本当の焼き鳥わらわら。向こうぶちやめろー。上がってないのに上がったふりはダメです。あんた、背中がすすけてるぜ。まずいですよ。いいのかこれわらわら。あわわ。初心者あるある。あーもうめちゃくちゃだよ。身内でやるなんでもありゲーム楽しいよね。赤木わらわら。お前もかわらわら。何もかけてません。何もかけてませんわろたわら。この子は難しいわら。カイジわらわらわら。麻雀作品のパロディガンガンぶっこんでくるな。なんだよこれわらわら。明日は、雨かな。まだやるのかわら。おいさっきからやりたい放題すぎるわら。来たぜ、ぬるりとな。そろそろ怒られろかっこ褒めてる。ほんとに怒られるぞ。やりたい放題やんけわら。なるほどね。この娘は平成の麻雀漫画で麻雀学んだから知識がちょっと古いんだ。いつの間にわしのす麻雀始まったんだよわら。地味に大三元できそうじゃね。マジでやりたい放題わら。パロディ祭りアニメじゃねえかわら。麻雀漫画の歴史をなぞる一話。麻雀作品の真似したいだけで麻雀やるよな。わかるよ。お金はダメですよ。賭け麻雀はまずいですよ。大三元わらわら。ジャイは通じないやろ。誇りえげつねえ。田舎だから。もう夕方だ。ええ。麻雀売ってると時間が経つのが早い。尾道街灯ないんか。ちゃんと服着ろの気持ちになってきた。ビギナーズラックって怖いわ。麻雀わかってると楽しそうなアニメだ。お疲れ様。いい場所できたな。よっしゃ。これを機会に麻雀覚えてみようと思ったらオレンジちゃんのスケベな格好とあざとイエローの可愛さのせいで全然入ってこなかったな。店やるんじゃないのか。片手まで片付けできてすごい。春城ネギ先生、キャラデザ担当になっても絶対巨乳主義を貫いてるの。尊敬する。普通に全員デカすぎる。この前奏行きたい。絶対ここ風俗店だと思われるでしょ。室内が綺麗な割に外観は古そう。ジェンソーボンボンじゃなくてパイパイだろあら。座る柵がもうねえ。4人目出てきた。新手の父のでかい女が来た。でっか。やはりでかい。かわいい。だからでけえって。キャラデザのおかげかみんなで。仲良しとは思えないでかさ。美少女が麻雀やる漫画描きます。つったらやっぱ父はでかくしてくださいって担当編集から釘刺されるのかな。父でけえの一杯でよい。でかすぎるだろ。店の熱狂的なファンが現れる。アニメ特有のデカさ。でけえ。なしこちゃん意外としっかりしてる。はじめまして。リーチェさん。話聞かずにグイグイ来るタイプだ。この女人の話聞かなすぎる。色気がすごい。面白い子だ。麻雀狂いのお嬢様かな。ごきげんよう。学校終わりってことは高校生か大学生だな。うむ、これは面白そうだし見続けるかな。結構増えそうだな。4人かと思ったら5人目がいるのかよ。五等分の麻雀嫁。なんかこれ5人出るっぽいけど、ジェンタク囲めるの最大4人だよね。シンプルにアニメの出来がすごすぎる。イラスト協力に声優さんが。中の人もイラスト協力してるのか。でも麻雀って5人じゃできないよな。どうすんだ。ハンドクラップエンディング。こういうの見ると麻雀やりたくなるな。あとみんなおっぱいでかくていいと思います。はるかのエンディング久しぶりそう。さすがキャラ原案が春城ネギ先生だけある。特徴的な目に、そして全員おっまるいが大きい。パロ祭りの協力特になかったなわら。ボンの道、麻雀漫画パロディはちょっとあからさますぎて滑ってる感。次回で4人揃う。脱衣麻雀はしないのかな。ボンの道、麻雀わかる人には説明いらんし、私みたいに麻雀わからない人は難しいの。なかなか題材的に難儀だ。にしても監督コンテマジで上手かったな。こんな映像がいいアニメだと思わなかった。演歌わらわら。まさかのギャンブラー自己中心派わら。知ってる人おるんかこれ。演奏は片山正幸先生。ワオスーパーズガンの片山先生じゃん。じゃあ福本先生も来るじゃんね。さすがにちょっと部分的パロが必要以上に多い感じしたけど、これからそうでもなければ見やすそうではある。こりゃパロネタ勢の演歌来ちゃう。見るしかなしこさんじゃ。最近では珍しいちゃんと次回のカットがある次回予告あって感動した。
麻雀メインで行くか日常メインで行くかで評価変わってきそう。次回も見るしかなしこちゃん。はい、というわけで本の道第1話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタンをお願いします。もし興味があれば他の動画も見てみてください。